リスナーさんから送られてきた、送られてきたって前、送られたトラップ。トラップ。なんか赤と青と、なんか黄色い袋があって、そうなんか、なんか順番に開けてってくれっていうので。はいはいはい。はい。なんかそれで、まあ、タバコとかいろいろ入ってるじゃないですか。いいね。で最後、この袋だけはちょっと目つぶってくださいって感じ。でもさ、そういうネタ作ってくれるリスナーさんって、好きな、ね、好きな人なんだよね、配信で。愛を感じるよね。あのさ、横山みどりの、あの、封筒が送られてきて、引けって書いてある、知ってる？ピーって。そうそうそう。あれ超面白くない？爆弾なんですよ。そうそうそう。ビー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 とか。あれめっちゃ面白いです。あれ笑ったよね。うん。カズさんいらっしゃい。のんちゃんと連絡取れたよ。うん。のんちゃん寝てた。うん。大丈夫。もう、うわー、眠い。頭めっちゃぼーっとするっす。寝不足だね。なんか頭ぼーっとするとこう喋れないですよね。わかるわかる。考えれないっす、なんだ、うん。でもさ、それを3時間ぐらい経つとさ、はい、あの、超ハイにならない。あ、わかるっす。ハイになって元気になるっすね、やってると。俺それをね、ニコ生ズハイって呼んでたの。ニコ生ズハイ。うん。ニコ生やってた時はね、配信者の向こう側があるんだよって。確かに。無我の境地。そうそうそう。うん。聞いてください。どうした？どうされました？130名さんいらっしゃい。なんかあったのかな？すいません。あ、これ。うん。あ、おお、うまそう。あざっす。うん。ひそかにのんたんとの旅配信期待しちゃった。ねえ、のんたん来たら面白かったんだけどね。俺のことキモいって言ってた。あいつにキモいって言われるんだ、俺。オワコンだな。別に志麻さん言わなくて大丈夫でしょ。そういうこと。いちいち。鏡見たことねえのかな、あいつ。それってヒカルさんとかにしてもどう思います？まあ配信者だからね、ぶっちゃけ。うん。逆にだってなんかそのリアルだったら、何クソって発展する可能性あるけど、配信者はもう言ってなんぼだからね。で、教えといてあげるよ、芝さん。格下の生主ほど、あの人の名前使うから。うん、格上の生主は人の話題に振り回されない、まず。それ覚えといた方がいいよ。そう、なんもないのに相手がいきなり、だからリナネコの件もそうだよね。リナネコが明らかに隠したのが出ちゃうんだよね。そう。あれかっこ悪いんだよ。やたらと出してきますからね。そう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 。でもネタがないんでしょ。そう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 。うん。こんばんは、スイカさん。いらっしゃい。コリアマだよ。うん。それはもう 100% だから覚えといた方がいい。うん。格上の名前主は名前出さない。出すときは可愛がるときだよ。うん。うん、北斗天に輝くさんいらっしゃい。まあでもあれっすもんね、やっぱその本来はあれっすもんね、大手配信者が、うんうん、まあその
まあ、あいつはダメだとか言うじゃないですか。うん、例えば、うん、トークで、うん。でもそれって、ぶっちゃけあれですからね、本当に嫌だったら名前すら出さない。出さない。絶対出さない。そう。で、大手がディスるときって、可愛がってるときだよね。うん、見てるってことだから。そう。すごいですよね、そう考えると。そうそうそう。注目してるってことなんだよ。うん。そう。髪型かっこよくなった。あ、なめ猫さんどうも。いつもありがとうございます。切ってもらいました。ヒカルくんの専属美容師さんに。どうだろうね、サークさん。まあ、リア凸の見込みがあったら全然滞在するけど、まあ、ある程度終わったら、リア凸終わったら次行かないと。うん。1万人のリスナーが待ってるんで。うん。2人の配信楽しく見てます。あ、ありがとうね。めちゃめちゃ嬉しい。あ、なんか雑巾みたいなのないの？ないんですよ。ないんだ。はい、ちょっと濡れティッシュで。濡れティッシュで。うん。よいしょ。うん。あ、すみません。よいしょ。掃除機はないんだよね。掃除機あるんですよ。なんだ、はい、一回出る前に俺、もうやるよ、一緒に。マジですか、うん、でも、どっちみち俺、あさって出ちゃうんで。あ、そっかそっか。そうなんですよ。うん。ワンチャン明日ぐらいしかないですね、やっぱ。うんうんうん。右の人、ヒカルくん誰だと思うじゃあ逆に。逆にヒカルくんじゃなくて誰だと思うタイトルにヒカルくんの家って書いてあるのに。絶対ヒカルくんだからね。そうっすよ。ヒカルくんだよ。むしろ違かったらすごいですけど、ね。すごいよね。3倍目ヒカルの家で何してんのって言われてる、ね。誰だお前って話だよね。ヒカルくん綺麗好き。すごい綺麗。あのね。いや、まあ今ちょっと繋がってるけど。もう綺麗にするときはもうとことん綺麗にするんですね。うん、それわかる。うん。なんかね、あの、豆に勝たしてる感じがある。はい、ターさんはじめまして。どうも。楽しんでってください。あ、福の松神さん、お疲れです。うん。俺仙台に帰るよ、3日間。金、土、日って。で、とつまつその間にやろうかなと思って。パルパルに会えても結構投げて応援してたんだけど気に食わないこと書いちゃってパルパルに激怒された。どうなんだろうな。俺はなんかリスナーさんに八つ当たりすんの見てて気分は悪いかな。まあパルはそういうスタイルだからな。うん、うん、過去ヒレスタも敵に回すスタイルですから。そうそうそう、また特殊っすからね、あいつも。うん、あの似てる配信スタイルのやつがいたの。クロクロってやつがいたんだけど、うん、そいつは超面白いの、もう。化け物みたいに面白いの、本当に。そうなんですか。そう。敵に、全方位敵に回すんだけど、はい、面白いから許されるっていう。パラパラ面白くねえんだもん、正直。うん。なるほど。そう。悪態ついてるだけはダメだよね、やっぱ。うん。光くんだって鍛えてるもん。それ太くなるでしょ。やば、やば方。全然違う。ユミじゃなくて普通にコメントしてるけど、俺に闇 DM 送ってくるのやめて、毎回。何闇 DM？ いや、なんか、私配信しない方が良かったのかなって言ってる。毎日っすよ。あ、それはね。私幸せ。ダメ、ダメ。ダメ、ダメ。それはダメ。あの、ネガティブバイブレーションはダメだよ。うん、ポジティブだよ。何をしたいのか分かんないですもん。うん、それはダメよ。うん、のんた茨城まで、え、嘘？え、それどこに書いてあんの？茨城まで移動したの？え、のんちゃんどこいんだ？え、え、まさか？まさか北上したの、のんちゃん。え、今茨城なの？待って、これは来るんすか？いや、だから昨日、うん、なんだっけ、あの、さき、なんだっけ、さき。さきつん。さきつんと、カラオケ、あの、リアとしたら、のんちゃんが発狂して、消えろ、ブスとか言って、死ね死ねとか言ってて、はい、で、面白いから、さきつんも乗っかるじゃん、はい。乗っかってくれて、カラオケ行こうとか言って、カラオケ行くときに、音と映像切ったの。そしたら、今、パコリ中とか、みんながのんちゃんのこと煽ってコメントなんで。で、カラオケやってたら、もう、よし、死ね死ねろ、この野郎、今から行くぞとか言って、すっごいコメントガタガタ書いてて、面白かったんだよ。のんちゃんも配信やってるんですか。のんちゃん、はい、のんちゃん配信やらないんだけど、はい、自殺配信とかもう俺の当て付けの時だけ枠になるってことですね。そうそう、うん、具合悪そうだったからホテル安いホテルの名前書いたから、お前が名前書くから泊まれないんじゃないか。ほう、うん、あ、帰ったんだ、茨城まで来たんだ。そうなんだ。朝茨城まで行った。配信でバカにされた。バカバカしくなったので途中で帰った。これリツイートしよう。か
かわいいな、のんちゃん。でも行動力あるっすね。行動力すごいよ。すごいっすね。うん、いや、ほんとすごいなって思う。だって、爆走とちょっと挨拶しただけで、ほら、初めて会った時もさ、次の日も襲撃してた。まあそうですね。ガチガチですね。行動力ほんとあるな。うん、あれ笑ったよね、ほんと。すごいな。すごいよ。うん。新宿のアラジンにいたら、俺超能力者だと思うよ。うん。もう新宿のアラジンにいないよ。だってここ郡山だよ。うん。福島の。八野さん。日帰りへ。超ワープ能力でしょ。超ワープ能力。いないいない。半端ないですよ。うん。でもね、なんかね、新宿でね、俺の目撃情報、絶対俺じゃないのに、ワドいたっていう人いるんだよ。マジっすか？だからね、多分新宿にそっくりさんがいるんだと思う。ドッペルゲンガいますね。ね。はい。ドッペルゲンガ。うん。うん。そっくりな人見た？え、話しかけたの？え、マジか？ワドさんですか？って。おい、ワドって。声とかどうだったの？声とかも似てんのかな？どうなんだろうね。メガネとかも全く一緒ってことっすよ、ね。だよね。すごいな。すげえな。渋谷のマルハンにもいたの。パチ屋にいすぎでしょ、うん、俺。はい、うん。俺双子じゃないよ。でもよくある顔だからな。ぶっちゃけ。そんな特徴的な顔じゃないから。なんか地元の先輩とかなんだかとかよく言われるもん。そっくりとか。いる顔だよね。なんか学年に一人二人で。いますね。うん。おー、どうもどうも。初見さんいらっしゃい。うん。配信してる人ですよねって聞いたら死ねって言われた。マジで死ねって相当すごいっすね。俺らも間接的にディスられてるんですね。ディスられてますね。うん。すごいな。うん。親父はパチ屋のオーナー。あ、そうなんだ。金持ってんじゃん。ルノワールで見かけた？ルノワールはたまに行くからあり得るな。うん。ルノワールはあり得るわ。新宿のルノワールはあり得る。うん。ただルノワールいるとき誰かしらといるから、多分話しかけない方がいいと思う。ルノワール。しかもあの、リアルな、そのビジネス話とかしてる。まあ、そうですね。確かに、ルナールはそうです。だよね。配信外だよね、完全に。配信外です、オフで。うん。いや、あのね、あの、囲う人とか、アイテム投げる人は選んだ方がいいよ、絶対。うん、こいつなら気持ちよく投げられるっていうやつじゃないと、トラウマになるから。そうだぞ、スイカ。うん、だ俺の枠にとどまるか、ワドさんに投げてあげてよ。ま、回し合って。そうそうそう。でも、あの、そういうのが一番いいよ、うん。あ、こいつに金使うんだったら気持ちいいわっていう人に投げた方がいいよ。うん。うん。ああ。霧島ひろとって人？ヒカルくんに似てる。へえ。パルちゃんに嫌な思いさ。いや、パル、うん、俺はパル嫌いだからな。やめよ、この話。お、花火ありがとう。キャンタマ太郎さんありがとう。そういうこと、そういうこと。そういうこと。そういうこと。キャンタマ太郎。参考になるお話ですね、とか言って。俺ら配信でね、ガチで飯食おうとしてるからね。うん、実際飯食ってるし。まあそうですね。そうそう。あの、趣味でやってる人と、うん、あの、もうこれで飯食う、これしかねえんだっていう人は、全然考え方違うと思うよ。うん。うん、おい、ありがとう、なめこさん。どうも。北斗のセブン、二日連チャンで出たんだけど、これやばいよね。神引き。あの、ツイッター見てこら、マジだからこれ。今日4万4000発。そう。ワドさんマジで神引き、ほんとに。で、俺ドン引いたの。いや、俺も引いた引いた。もう爆裂。やばいよね。新しい台。いや、すごいっすわ、あれ。ね。爆発力半端ないっすね。うん。本当に。いくらだったっけ？ 16 万。うん。で、昨日が10万。うん。うん。20。6万ぐらい。出玉で26万ぐらい。うん。すごいっすよね、うん、マジで。ひじうちアリアさん、マジマジ、うん。ツイッターに写真上げてあるから、ツイッター見てみて。もう爆裂だから、本当に。2日連続。すごい、本当に。ね。しかもさ、あれなんだよね。夕方から行って、今日5時だっけ ?6 時。そうです。僕仕事から帰ってきて、うん、起こして、みたいな感じだったんで。5時、6時からずっと出っ放しなの。そうそうそう。で、昨日は9時だよね、多分。うん。そう。9時の2時間だけで。そう、2時間で。そう。だから俺、台に座ってからもうずっと出てるみたいな感じなの。昨日、今日。どういう台やろ？いや、全部満席だったから。うん、空いたタイトルやつ。そう。ちょこんと座って。二人でぐるぐる回って、空いた空いたっつって。そう。で、俺がちょこんと座ると爆裂するの。爆裂する。
何も選んでない。いや、マジすごいっすよ。俺当たってもね、その1回転目で、格変入ってんのに、1回転目で、時短に終わるんだって。そう。速攻負けて。あ、ヒカル君当たったと思って、2人で、熱い熱いとか言ったら、って。苦笑いして。しょぼーんってやったんすよ。あ、じゃあ俺、出てる台戻るわ。しょぼーんって、うん。公演プレゼントありがとう。台選びとか特にしてないよね。うん、ただね、あの、一回格変入ると2500発出んだよ。うん、500発以上出るよね。そうです。なんかあの、うん、そうそうそう。アタッカーの手前にあれっすね。安倍氏なんとかが、ね。そうそうそう。そう。だからすげえ出るんだよ。あれが。そう。65% でね、各編で、うん、一撃2500発は超すごいよ。すごいですね。やばい。超面白い、北斗。うん。あ、時々投げてたんだ。うん。うん、まあ、いや別にパルに投げてもいいんだけど、うん、結局、自分で嫌な思いするってこと合わないんだよ。うん。そう。まあそういうことですね。そう、合ってる配信者に投げた方がいいよ。それはなんつうの、俺らに投げろっていうのはネタで言ってて、うん、あの、好きな人に投げた方が気持ちいいんだよ。うん。うん。それはある。今のアイテム高いですよね。あ、そうだね。高額アイテム、限定アイテムは高額だね。そう、3000円のやつだけど。やばいよね、あの3000円のやつ。あの、俺、ハロウィンが好きだった。知ってる？ハロウィンの限定アイテム。びっくりするの。急にお化けがボーンって出て、はい、あの、真っ暗になってボーンって出るやつだったんだけど。そんなあるんですね。ハロウィンは良かったよね、演出が。そうなんですね。うん。最近のスロットはゴミ。まあ、規制入っちゃったからね。うん。うん、今、パチンコだと思うよ。北斗のみたいな台増えると思う。増えてくるんですね。ね。うん。なんか基準が。その前がね、ガンツってやつもすげえ爆裂する台なんだよね。そうですね、あれ。あれもな、すぐ終わるっすよね、多分見てると。うん、爆発するときは爆発するみたいな。うん。無双って何？前の台。そう、前の台です。前の台より全然いいでしょ？そうそう。全然違う台。全然いいっすね。北斗無双打つなら今のやつ打った方がいいですもんね。絶対いい。絶対いい。超出る。うん。一回吹いたら止まんないよ。うん、だって、4回連チャンしたら万発なんだもんね。1万発だもんね。1万発です。すごいよね。夢があるっすよね。夢ある。はい。本当に。今日なんか僕当たった単発で、格変逃して、うん、ヒデブゾーンっていうゾーンがあって、7回転が8回転。ああ、はいはい。あれスルーしたら、まあ、そっから終わりです、あれでしたね。へぇー。7回転目ぐらいからなんか、俺は配信者にアイテム投げない。俺配信者だもん。俺、だってリスナーじゃないもん。うん、絶対投げないよ。一回も投げたことない。だって、その、プロで飯食ってるわけですよ。配信で、喋りで、うん。で、他の人は偵察に行ったりとかするけど、同業でライバルだから、うん、なんつうの、その、もう、観察としか見えないもん。勉強とか、ネタ作りとか。まあ、そうですね。純粋楽しめないよね。うんうん、俺、一回で、でも一回だけ、エナタルさんに投げちゃったっす。エナタのエナタル。あ、はいはいはい。エナタルに投げたんだ。うん、投げてくれたら頭にの。ああ。燃やすあったじゃないですか。はいはいはい。あれを5発投げて、とりあえずどこまで燃やすのかっていう。はい。やったよと思ってやったっすね。うん。俺はだから一回も投げないし、投げるつもりないね。うん。観察っていうか、まあだから、どの人がどうやってんのかなみたいな。まあ、どういうスタイルでやってるかっすよね。うん、やっぱり。ヒカル君に500円あげてって。違う、キャンドル太郎。ええー。現状はね。そういうルートなの現状はね。そういうルートなのじゃあ500円。じゃあいただきました。なんだこれ。俺なんもねえじゃん。俺なんもねえじゃん。なんだそれ。超ウケんだけど。ウケるなこれ。ヒカルくんいい腕してるよね、うん。あ、でもね、セブンさんも弱くはないよ。うん、黒帯は弱くないよ。弱くないっすよ。油断できないよね。油断できないっす。マジで。本当にそうっす。多分ね、ヒカルくんが一番ね、今回の試合プレッシャーだと思うよ。いや、プレッシャーっす。負けられないっすもん、マジで。ね、はい。一番注目のカードだし。はい。うん。女性配信者も見ますか？見るよ、全然。見る見る。全然見るよ。うん、男女とか関係なく、伸びそう、伸びるとかね。あ、こいつ面白いネタやってるなとか。はい。うん。あ、これ人気出るなっていうとこも見るね。うん。インターネットって早いじゃないですか、ね、流行が。早い。すごい早いの。入れ替わり、めちゃめちゃ早い。それに、やっぱ追いついていかないといけないんで、情報が必要なんですよね。そう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 。今のトレンドとか、例えばそのニコ生の昔のやり方ってもう通用しないんだよ。うん、で、ニコ生で成功してて、ふわっちで成功してないニコ生の大手いっぱいいるんだよ。うん、
だからその、なんつうんだろう、ここ、なんて言うんだろう、リスナーに合わせていけるやつが強いんだよね。うん、今何がトレンドなのかっていうか。そうなんですよ。うん。いや、俺、ドレさんの体見たことあるけど、ヒカル君よりでけえよ。いや、ハルくんそう、もう、いや、違うっすもんね。こんなんすよ。本当にこんなんだよ、ね。やばいっす、あの人。うん。並んだらわかるよ。うん、あの、本当に違う。うん。20年ぐらい本気でやってる人だから、そう、あの、プロだよ。人が、あの、二、うん、人重なってる感じ。そうそう。二人分。そう。で、あの人、売りがパワーじゃないんだよ。びっくりするけど、ジャブのスピード超速いの。そうなんですね。スピードファイターの。だから、フェザー級ぐらいの速さだと思うよって、俺って言って。あ、そうなんですね。そう。パンパンパンって3、なんつうの、パンパンみたいな、なんか、こう言って、なんつうの、パンパンみたいな、そう、ジャブだけでだよ。パンパンって入るよ。すごいっすね。すごい。だからドルさんは、その、反射神経いいのと、なんスピードが売りだから、うん、その、なんだ、フリッカーっていう、その、キックなのに、ガード下げれるんだって。なるほど。うん。多分、すごい稀なファイターなんだって、あのファイトスタイル。あ、ありがとう250! ちょっとさ、そのシステムやめない？そのシステムめんどくせえわ。じゃあ分かった。これ最後ね。それ、ヒカル君の枠で投げりゃいいじゃん。枠で投げたよ、俺の。50円だから300円あるから。なんなんだ、このシステム。なんで俺の枠で経由するんだよ。待ってるわ。有名ファイターにコーチングしてた。いや、違う、あの、船木とヒクソン・グレイシーの試合の、ヒクソンの交渉側の人だったりとか、なんつうの、なんだっけ、なんとかなんとかっていう、その、有名な総合の団体の立ち上げのルール作りとかやってた人なんだよね。そうか。そう。だから、その、裏方、はい、そうそう。プロにはなれなかったんだけど、はい、その、もうキャリアが長くて、その、英語もスペイン語も喋れるから、はい、その、外国の選手とかと、どういうルールでやりますとか、桜庭がやりたがってるんですけどどうですかってヒクソンに言ってた人なんだよね。すごいっすね。すごいよね。やばい。だからヒクソンの奥さんとかも、全然もう家族ぐるみで、その、よくしてもらったとか。すごいっすね、本当に。でも自慢しないんだよ。そう。ネタになるのにね。うん、これから伸びそうな配信者。あのね、結論から言うと、これ、俺の、考えなんだけど、顔がいいやつ、喋りが上手いやつ、勢いがあるやつとか、才能のあるやつは5万といるんだけど、みんなやめていくのよ。うん、結局。だから配信が好きなやつが残るだけ。うん、で、そう。だから配信が好きで、もう絶対やめないやつが伸びるだけ。要はキャリアの長さが一番でかいと思うから。うん。うん、だから配信に中途半端に取り組んでるやつはみんなやめた。そう。うん。そうですね。うん。だから、そういうもんだと思うよ。うんうん。テルチャンピン怪我すんじゃないの知らねえけど。うん。うん、まあ、死ぬと思いますね、おそらく。あの、ヒカルくんよりは弱いけど、いやいやいや、テルチャンピンの方がはるかに弱いと思うよ、俺。大丈夫かみたいな。うん。初めの一歩みたいなね、本当にね、うん。でも、ボクシングと全然違うんだよね。本当はデンプシーロールとかやりたいよね。やりたいっす。やってみたいっすね。うん。でもね、できないんだよ。あの、なんつうんだろう、ボクサーって前傾姿勢になっていいんだけど、下半身打たれないから、ガード固めて突っ込めるんだけど、前傾姿勢になったら、肘膝全部飛んでくるから、蹴りの方が3倍重いから無理なんだよ。だからちょっと引き気味のこういうね。前とですね。ヒカルくんはね、こう、ここまで上げて、こういう、これがヒカルくんの構え。ここですね。そう。顎引いて。そう。要はオーソドックスな、あの、ちゃんと攻防、しっかりした構え。そう、かっこいい。怪我は避けようね。いや、もう怪我、うん、お互いボロボロだよね。ボロボロ俺、すね、足首、小指は骨折、左の小指骨折してて、今、すねクラッシュ、足首捻挫。で、その前はこっち側やられてて、腕もちょっと、ぐねってた。負傷しまくってますね。ね。細かい怪我はね、多いよ。うん、単骨部とかね。うん。配信で得たもの、失ったものは何ですか？ヒカル君から。僕は、まあ、仕事、まあ、その、リアルな生活全部ですよね、そのものが。ああ。やっぱその、インターネットによって、全部その、うん、まあ、逆手で、あれですか、要はアンチが湧いて、
住所とかさらされちゃったりとかするんで、まあ、職場失う、家も失う、実家っすよね、うんうん。で、全部失って、今もう配信だよね、ですよね、うん。配信がないと食っていけないんで。うんああ、まあそうだよな、はい。だから俺はみんなが見せてるから、得たものはみんな知ってるはずなんだよ。うん、それ以外の全部失ったよ。やっぱヒカルくんと一緒だよ、うん。うん。ただ配信で得たものはみんなが見てる通りだよね。うん。うん、彼女もできたし、仲間もできて、スタッフさんもできて、配信仲間もこうやってヒカルくんとかさ、仲間だよね。友達じゃないんだよ。うん、仲間なんだよ。同じ目標に向かってる、うん。そう。仲間はいっぱいできたし、それ以外全部失ったよ、本当に。うんだからまあ見たまんまだよ。でもそういう風に言える人って本気でやってる人だけだと思うよ。うん。うん。で、やっぱり彼女ができたから辞めるとかさ、うん、仕事で辞めるとか5万と見てきたから、うん。うん。そうなんですよね。うん。まあ一応僕は一つ目標として、うん、まあツイキャスで今年も閲覧4桁アベレージできなかったら、うん、引退しなくて辞めます。なんだろ、それ俺、それ、何回聞いてもしっくり来ないんだけど、なんだろ、それぐらい、まあ、その、6月10日終わってから、またもう、どんどん炎上させて、暴れてやんぜっていう、まあ、自分に対してあれですよね、けじめじゃないですけど。なんかそれがしっくり来るんだ、光るんだから。僕の中でもっと追い込まないとっていう。いや、なんか引退と辞めるがわかんないんだよ。何が違うの引退は、まあ、芸能人とかじゃないんで、引退とかないじゃないですか。ないね。はい。なんで、辞めるっていう。辞、はい、める方が重いの軽いの、引退と比べて。どうなんでしょうね。まあ、やらなくなるんで。なんだろうね。バーガーありがとう。まあでも、6月10日からは、もうずっと炎上してきます、もう。全部。残りの半年間は。っていうか、もともと炎上ばっかりやってんだから、なんか、これからはっていうか、僕、ヒカルくんがずっと炎上してるイメージだから、いや、別にスタイル変わってないでしょ。いや、なんか、最近だってすごい落ち着いてますもん、僕。うん、こっちに来てから。うん、ずっと落ち着いてますよ。うん、配信のコツ？配信のコツを全部さらけ出すことだね。うん、綺麗に見せようとか、じゃなくて、うん、リスナーが見たいのはもっと本質だから、泣いたり笑ったり喜んだり苦しんだり怒ったりとか、喜怒哀楽を全部配信にぶつける。苦しい時も、彼女と別れる時も、泣いてる時も全部配信してるし、うん、俺、チンコまで見られてるのね。恥ずかしいもんないんだよ、何も。リスナーさんに全部見せてるから。あと、和道さん言ったけど、うん、何よりも楽しむこと。そう、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 うん。そう。でもこれ別に配信に限ったことじゃないよね、多分。何でもそうですよね。何でもそうだよね。まあ、何でも応援聞くっすよね、うん、やっぱそういうのって。多分、なんだろう、俺よく例えるのが、うん、子供とか赤ちゃんって無敵だと思ってて、子供の頃さ、鬼ごっことか楽しくなかった。めちゃくちゃ楽しかったです。そう。でも今やっても絶対つまんないじゃん。つまんない。あれなんでかって言ったら、理性が働いてて、どんどん賢くなってるからつまんなくなってると思うの、うん。でも子供みたいにやるってどういうことかっていうと、命を使って本気で追いかけるんだよ。待てーとか、誰々君鬼だーとか本気でやるじゃん。だから家帰ったらバタンガーって、なんつうの、死ぬ間際まで命使うみたいな、うん。だから配信それくらいやればいいんじゃないって思うけど。そうですよね。もし食いたいとかね、プロ目指すんだったらだけど、だけど普通の人って家族がいたり、守るべきものがあったりとか、あるから、別にそれはそれで社会的に大人だと思ってるけど、俺ら子供なのね。うん、大人になれなかった人だから、だから半端にやっちゃいけないから、俺は子供見たくやらないとダメなんだと思う。うん。喜怒哀楽全部見せるね。で、格好つけたりとかないね。うん、ないっすね。ない、本当に。むしろ格好悪い時の方が喜んでもらえるからね。いや、ほんとそうです。うん。やっぱり。だから本音っていうか、うん、一番大事なのは、その時何を思ってるか、うん、そう、リスナーさんに伝えることじゃない、うん。うん。そうそうそう。子供みたいにっていう。うん。腕相撲は嫌だね。っていうのも、ヒカルくん強いし。いや、俺腕相撲マジ弱いですよ。いや、俺、もう嫌だ。筋痛めたら今大事な時期だから、そう。そう。腕の太さ見たらわかるでしょ？ちょっと肩めくって。だって左でこれだよ。これさ、どっちが勝つかわかるでしょ？いや全然一回り違うんだから。うん、無理無理。うん。うん。指相撲はね。指相撲。それ何の意味があるんだっていう。何トレーニング？そうそうそう。
何でも本音でぶつかって、その代わりなんか、人間ってダメなところいっぱい持ってるから、後ろめたい過去とかもあるだろうし、そういうのも全部さらけ出していったら強いんじゃないかな。そうですね。うん。やり方とかじゃなくて、あれだよ。どうやるのかとかないよ。テクニックとかないよ。うん。うん、どうやってあるのかって、あり方みたいな、うん。うん。どう存在するのかっていうか。ブレなきゃね、長く続けてブレなきゃ認めてもらえるよ。そうですね。それはあるっす。うん、だってドレさんなんかね、今閲覧300あるけど、10年やってるんだよ。10年諦めなかったわけだもんね。すごいですね。うん、でつい数ヶ月前まで閲覧10人とか、ね。10人とかだよね。はい。そう。今や朝方200人行ってますからね。ね。200、300人行く行く行く。ほんとすごいっす。ね。練習始めて痩せたか。体見る。どうなんだろう。どうなんでも体重計がないんで。そうなんだよね。これ映ってるかな、俺。ちょっと待ってください。あ、映ってないです。下半身しか映ってない。下半身しか映ってない。はい。ちょっと上げるか。これくらいかな。これで映るか。今まあ服着てたらこんな感じで、まあもともとクソデブだからね。あ、映ってるですね。うん。まあ俺はこんな感じ。これくらい。まだ脂肪ががっつり残ってて。いやでも締めたらやばいっすね。こういう感じかな。相当。うん。こんな感じぐらいだね。すごい。まあ絞れてないっていう感じ。絞ったら相当ムキムキになるんですよ。でもあれだね、その、なんつうんだろう、運動してない体ではなくなったよね。うん、なんか、ちょっと運動してるデブみたいな体になったよ。ちょっとプロレスラーみたいな。プロレスラー見た感じ。昔のね。今こんな感じかな。うん。ヒカル君はもう少しでバッキバキに腹筋割れるぐらいまで。いや僕ダメっすね、やっぱ。なんか、ロードワークしないとダメらしいっすよ。やっぱ走んないとダメなのかな。ダメみたいです。僕、ヒカル君はやっぱ、お、でけえでけえ。ヒカル君、後ろとか横向いてよ。ああ、いいね。背筋は背筋はいいね、いいね、いいね。やっぱ、あれだね、筋量が違うね、ヒカル君は。どうなんですかね。うん。いや、もう、ああ、すごい、すごい、すごい。あ、いいね、いいね。ファイターだね。二人はこんな感じ。ヒカル君の方がね、全然強い。うん、キレッキレだよね、ヒカル君。まあだって毎日本気で練習してっかんね。二人ともあれだよ、T シャツギューってやったら汗ビシャビシャビシャって出るよ。うん。すごいヒカル君の練習。ヒカル君はね、真面目だしね、努力家だから、あとね、練習をすげえ楽しそうにやんの。練習面白いですね。ね。なんか体動かすのがやっぱ根本的に好きで、すごい。はい、なんでも。なるほど、なるほど。楽しいですよね。うん。そうだね。だから、なんつうんだろう。俺の昔を知ってる人だったら、まあ、全然変わったなって言うだろうけど、やってる人からしたらなんかまだ絞れバカデブって感じ。甘えんなっていう。ただね、3ヶ月でここまで変えたからね、うん、俺ら。そうです。うん。風呂沸いてる。あ、ほんとに？風船ありがとう。ヒカルくんすごいよ。格闘家 M だよね。ボディービルダーとか。もう追い込んでなんぼだから。ド M でしょ。やられて嫌なことやるのうまいよ、あと。うん。常にやられて嫌なことやるもんね。やりますね。みんなね。あ、そうだね。バーはやっぱ酒でむくんでたよね、いつもね。でも第2回さ、早めに決めてほしいね。第2回もし出場確定するんだったらもう1年ぐらいみっちりやってみたいよね。やりたいですね。ねえ。もうガチ。どこ目指してんだ、お前らっていう、ね。本当ですよ。うん。もう捨て頃はいい企画だよな。いやーでもな、怖いな。だって今度チャレンジャーとしてリスナーさんが来たらいいじゃないですか。あ、やだね。しかもなんかそういうことで格闘技、そう、経験ある人とか。だから総合の人とか和道とやらせろとか言ってくるの。地下格系の人とか。そうそうそう。そう。怖えー、マジで。怖いよ。うん。セブンさんの配信見たことないけど、筋肉ムキムキ。いや、あのね、筋肉じゃないんだよ。格闘技見に行ったけど、ムキムキの人が負けるの、ヒョロヒョロのやつに。だからね、技術と心技体のバランスなんだよ、本当に。だから、体のことをみんな気にしすぎなんだよ。実はね、心とか技術も同じくらい重要なんだよ。
ヒカルくん心と体はもう、やばい。ヒカルさんとスパーリングしたいです。勘弁してください。俺ら素人なんで。素人なんで、本当に。ね、配信の閲覧勝負だったら乗るけどね。そう、絶対勝てるから。普段本当に喧嘩とか、俺、大嫌いで、うん。そう。俺も嫌い。でも今回、その、まあ、格闘技の試合に出るっていうのも意味があるんですよ、やっぱ。今回。本当に喧嘩とか大嫌いの、僕基本的に。俺らあくまで配信者として出てるから、地下格とかも出るつもりないし、うん、あの、格闘家になるつもりもないんですよ。だから世の中に強い人がいっぱいいるのは分かってるから。ただ今回はまあ、プライドをかけた戦いなんで僕は。そうだよね。はい。負けらんないっす。因縁の相手だし、ね、うん。うん。余裕でヒカル君の方が強い。うん、だって、ダウンしたことないけど、俺何回もダウンさせられてんだ、スパーで。しかも、マスのスパーでダウン取られてったの。年齢関係ないですよ。強い人強いって、僕ら、あの、分かってるんで。だ世界チャンピオンとかも教えてくれてるんでしょ一回。なんか来てくれるんです。呼べば来るあと、ミノワマンも来てくれるんでしょ、うん、だから、その年齢とか関係ないのよく分かってるんだよ。あと、その、見た目とかも関係ないし。本気でやってる人には勝てないっすよ。うん、いまいちだっけ？いまいちになんか似てるって言われますね。うん。喧嘩は怖い。格闘技はスポーツ。そうっすね。うん、ボブサップがアーネスト・ホーストに勝てないとか。うん、いや、だってホーストって4回チャンピオン世界一になってんだよ。コンビネーション超多彩だからね。うん、多分技術では K1 ファイターの中でトップでしょ。あ、これ会長さんって会長さん？俺全然気づかなかった。ん？これ大阪の会長さんですか？あれ、金梅さん教えてた？そう、おお、この手、あの、超ストレート。あの、金梅、俺も見てた、あれ。はい。こうやって打つんだ、とか思って。なのかな？ちょっとなんかアカウント、あ、そうなんだ、お疲れ。マジでマジで。アカウント変わってないですか？お疲れです。あ、会長だ！かどうもどうもどうも、気づかなかった。そう。どうも、あの、枠、金梅さんの枠で拝見しました。会長さんとスパイいや、無理でしょ。知ります。会長さんなんだ。教えてもらいたいよね。スパーリングじゃなくて。超綺麗だったよね。金梅さんが早く動ければいいんですけどね。そうだね。スパイさんが大阪。うん。格闘技経験者イコール強いは違いますよね。なんか、急に飛んだんですよね。ほ、会長来ちゃって、本当にやってる人だから、うん、黙ろう、つって。あの、会長の前で僕ら語れないっす。そう、格闘技。語れない。その人がどうかってこと。あー、うん。セブンとやる前に会長、でもそれもある。やっぱ、ね、ボコボコにされて、やっぱ、それも経験ないしね。いたさし、俺も何回ボコられたんだろう、もう。金梅さん大阪行かないのかな。どうなんだろうね、うん、大阪行きたいな。ギャラいくら出るのか。なんかギャランティーつってて、なんか便所の話だと1、2万ぐらいです。え、そう、わかんないですけど、なんかそんな出ないんですよ。で、1、2万、まあ、まあ、その、ちょっとのギャラで、僕らは命をかけて戦います。ありがとうございます。物販出すの？え？物販。俺出します。T シャツも作りますね。あ、そうなんだ。はい。俺も出す。はい。うん。うん。大阪去年も5回ぐらい行ってるもん、俺。大阪いいとこだよ、本当に。うん。うん、ただその金梅さんのセコンドさんのその会長さん、あ、会長さんなんだ、セコンドさんです。へえ。なんで、あの、教えてもらいに行きたいんですよね。いいね。はい、パイさん魚の目か、やっぱ。ほう、うん、便所がたくさん絡んでくだろうね、うん、まあまあね、体調がね、うん、今金梅さんね、うん、でも、あの、なんつうの、普通だったらさ、あ、危険するところしないのがかっこいいよね。うん。高層橋だったらやばいもんな、金梅さん。そうですよね。うん。プロボクサー4回戦、グリーンボーイってファイトマネー7万とかだっけ？ 6 万、7万だよね。
で、2ヶ月半に1回とかだから、バイトしないとやっていけないらしいよね。あ、そういうことなんですね。うん。相当きついですね。日本チャンピオンで40万、50万とかだったよ。あ、そうなんですか。うん。そっからなんじゃもう芸能界っていうか、オファーじゃないですけど。世界行かないと食えないんじゃん。食えないってことですかね。うん。確か、なんだっけ、畠山が、最初の世界戦が2000万で、で、2回目が防衛でテレビが入ったんだって、そしたら億超えたって。スポンサー、ね、テレビとかスポンサーがやばいらしいね。やっぱ格闘技もすごいですよ。やっぱ世界行かないとダメですよね。ダメなんだもんね。すごいなぁ。ねえ、すごいよね。うん。放映権なんだ、やっぱり。放映権。なるほど。体合ってるなぁ。命がけだもんね。命がけですね。すげえな。弁護士さん、そんな儲からないよ、今回。うん。うん、全部うまくいって、手元に15万ぐらい残るか残んないかだよ。だから、赤字のリスク考えたら別に弁護さんは稼いでいいと思う。うん、あの、まあ、それはある、うん。うん。別に。そこは文句ないよね。うん。あんだけ客埋めてるわけだから。そうそうそう。うん。ブッキングも大変だったろうし。俺らがね、弁護さんに物申したいのは、グローブの重さとか、ルールとかなんだよ。うん、3分3ラウンドをやめてくれっていう。そう。8オンスにしてくれ。そう、8オンスにしてくれとか、いろいろ、そっち側だよね。金のことでは文句ないよ。むしろ、弁護さんじゃないとできなかったよ、この企画。うん。うん。うん。世界戦でも試合のために赤字の選手いる。マジか。すごいな。すごいな。やっぱ、なんだろう。やっぱその、勝ちたいんでしょうね。うん。金かかってでもいいから。すげえ世界だな。のんたんが変なツイートしてる。そう。赤字だったんだ、そのボクシングの世界チャンピオンの人は。うん、え、のんちゃん、やべえんだけど。え、このままずっと寝て餓死します。皆さんさようならって。のんちゃん餓死すんの？のんちゃん餓死すんの？やばいっすね。やばいね。え、のんちゃんずっと寝て餓死するって言ってんだけど、俺の彼女。どうしよう。どうしよう。うん、なんで餓死を選んだんだろうな。やべえな、俺の彼女餓死すんのかよ。マジか。でもさ、これネタだと思うじゃん。のんちゃん本当に3日ぐらい食べないんだよ。どんどん体重減って。10キロぐらい痩せるかんね、マジで。やばいな。だから食わせんのとか大変なんだよ。うん。うん、やべえな、のんちゃん。ちょっと待って、彼女が餓死しようとして。病んでるね。うん。そう、みんな応援ツイートしてあげて、のんちゃんって。うん。のんちゃんご飯食べようって。寂しいんでしょ。寂しいんだよ。うん、やっぱり。うん。電話さっきしたよ。うん。寂しさだろうな。もうほんと、のんちゃんは俺いないと生きていけないから。うん、光に抱かれたい。来いよ。来いよ。うん、抱いてやるよ。男だったりして。冷めてないとこ怖いですね。怖いよね。じゃあ、とりあえずリツイートしとこう。あ、立ち行くぞ、お疲れです。おいっすー、和骨でーす。達彦さん。僕も光くんに抱かれて。勘弁してくださいよ。うん、別な意味でこう締め上げられそうですけどね。達、うん、彦さんが。達彦さん、強えかんな、ほんと。ガタイめちゃくちゃいいっす。ガタイ。うん。うん。達彦さんのマックスの力でやったことないから分かんないけど、相当レベル上だと思う。いや、相当ですよ。優しいから打たせてくれんの。なんか殴り癖つけようとしてくる。優しさが伝わってくんの。ノーガードで、いいっすよ、いいっすよ、とか言って。すごいな、マジで。そう、ガンガン打たせてくれんの。すごいな。うん。いや、太くなってる。体は絞れてる。うん。だから、グラップラーバキ風に言うと、痩せたよ。でかくなったけどね、ってやつ。名台詞。ワトさん。え？
今からジム行きます。マジで言ってんの？いや俺構わないけど、マジで言ってんの？10時で明日、明日10時起きっすよ。いや俺は構わないけど全然、うん、僕は全然いつも通りなんで。やる？行く？出たよ、ほら格闘技の話ばっかりするから。ジム行きますか今から。見たい？みんな。だってもう、帰ってきたら4時寝とかになるよ。いや俺は全然構わないけど。僕はもう1日数時間しかやってない。大丈夫？大丈夫？え、みんなは見たいの？ジム配信。ああ、どうしよう。いや、俺いいよ。全然行くよ。うん。行こう行こう。みんな見たい？見たい人手挙げて。スパーリングというか、あの、練習配信。まあ、移動でちょっと30分もらうけど。30分はかかるけど。見たいんだ。じゃあ、みんなが見たいって言うならね、配信者的には答えないといけないもんね。まあ、そうですね。うん。じゃあ行こうか。朝まで付き合うよ。じゃあ、俺用意するわ。まあ、2時間ぐらいですか？ 3 時ぐらいかな。だいたいトレーニングしちゃう、うん、で帰ってきて風呂入って4時ぐらいで。そうだね、4時ね、はい、うん、6時ぐらい、うん、じゃあ行こうか、うんうん、じゃあ行こう。ちょっと俺タオルとか準備するわ。うまいですか、うん、うわ、じゃあお風呂沸かさなくていいか。そうだね、タオル、これバスタオルでしょ。どうしようかな。ヒカル君の格闘家の血が騒いでるのに。いきますか。どうしよう。これは、どうしようかな。参ったな。あとでファミマ寄ってもらってもいいですか、帰り。あ、いいっすよ。あ、じゃあ、大丈夫だ。帰り。じゃあ、今からハードなトレーニングしてきます。マジか。やるか。おう、うん、体調大丈夫だよ。ありがとう。体調は全然、俺はほらお世話になってる身だから。ヒカル君仕事しながらだからさ。僕も毎日こんな感じっす。マジで？すげえな。みんな寝ちゃう？酒飲んでないね。うん。じゃあ行くわ。仲良しだよ。うん。性格もね、全然違うんだけどね、ヒカル君と俺。なんでなんだろうね。仲いい。年齢も違うしね。いやー、すごいありがたいよ。やっぱりね、なんつうんだろう。みんな、レベルが上なんだよ。だけど、やっぱりその格闘技経験ない人と、ヒカルくんの方が実力上だけどやるとね、なんか刺激になるんだよね。刺激になるっすよ。負けらんねーみたいな。そう。俺もすごいなるっすもん。いや、マジか。帰りに T シャツとタオル買うわ。はい。うん、スケートなら勝てるのに。なんで俺らをライバルしてんの、みんなリスナーを。スケートなら。何かで勝とうとするのやめて。これ借りていいですか。いいよいいよ。借りします。うん。キャップいる？あ、キャップ欲しいっす。登場効果だね。あとあれか。あの、スタンドこの前忘れちゃったもんね。はい。配信しながら行きますか。うん、一回切るよ。あの、なんだっけ、特定とか嫌だから。そう。うん、よいしょ。じゃあ一旦切りますね。アイテムくれた人みんなありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。